岸朝,岸朝鮮、岸朝鮮、岸朝鮮、紀元前12世紀、紀元前194年は中国の院に出自を持つ岸が建国した朝鮮の古代国家、古朝鮮の一つ。首都は王建城、現在の平壌、三国志、魏市東遺伝新刊城、儀略一文などに具体的な記述があり、考古学的発見からは身の性を持つ人々が、 院長から、周朝にかけて、中国北部に住んでり、院長から、周朝への時代変化とともに、満州、朝鮮へと移住した可能性が指摘されている。式によれば、始祖の騎士、諸有は、中国の院王朝二十八代文朝の子で、大主となるに及び、老いの三角神、中央の暴政をいさめた賢人であった。院の滅亡後、周の武王は騎士を崇めて、 家臣とせず、朝鮮に封じた。朝鮮皇騎士は、陰の移民を率いて東方へおもき、礼儀や農事、養蚕、旗織りの技術を広め、また藩、金八条を実施して、民を強化したので、理想的な社会が保たれたという。建国後の動向はほとんど伝わらない。儀略の一文によると、騎士の子孫は、朝鮮皇を世襲したが、当襲が衰退すると王を戦勝するようになり、 周王朝を尊んで、縁を攻撃しようとした。しかし、大武霊が朝鮮王をいさめたので、王は攻撃を中止して、逆にツバメに、霊、人命を派遣したのでツバメは朝鮮を攻めるようなことはなかった。以降からその子孫は凶慢になり、縁の将軍、戦いに攻め込まれ二千里の領土を奪われ、万半汗を国境に定めた。そのため朝鮮はついに弱体化した。 旗が天下を統一すると、その勢力は両党にまで及び、これを恐れた朝鮮王稲は旗に服属した、紀元前214年。その子の、純王、未純の代になると、旗の動乱により、縁、聖、朝から朝鮮へ逃亡す民が増加したため、王は彼らを西方に居住させたという。ところが、紀元前195年、全漢の流行廃下である縁王ロワンの武将であった。 英マンが、岸朝鮮に亡命してきた。A. マンは、純王の信任を得て、辺境の守備を担当するも、翌年に逃亡民勢力を率いて、王権城を攻め落とし王権を散奪して、A 氏朝鮮を起こした。ここに44を世続く、岸朝鮮は滅びたとされる。五官書には、初、朝鮮王順、ためえみつる諸派、の将そのあまり周数千人層入り海み、工場官、派の、 自立ため、漢王、はじめ、朝鮮王一氏は A マンに破れ、数千人の残党を連れて、海に入り、馬ンを攻めて、これを打ち破り、漢王として自立したと記されており、A マンに破れた準王は、数千人を率いて逃亡し、馬ンを攻めて漢王となった。八木武氏によると、騎士が朝鮮において、人民協計したことは、漢助巻28下、ジリ立下、つばめ2、 とあり、落老軍支配下の朝鮮人に、騎士の人民協家による皇女領族が残存していることを伝えており、落老軍支配下の朝鮮の皇族たちが、自らのルーツを騎士による人民協家に結びつけ、周辺民族よりも文明人であると自負しており、このシロフは、落老軍滅亡後、漢人の支配から解き放たれた朝鮮の皇族たちが、高栗の支配下で、三冠の支配下で、 高句麗や三参の豪族たちに継承され、後の白木による三観統一により、岸朝鮮は三観全体のルーツとして位置づけられることになったという。このような岸朝鮮の伝説は史実か否かとは別に、儒教が流星した後来以降の貴族や知識人によって熱烈に支持され、岸は朝鮮族の始祖として検証されるとともに、岸偶、岸良、岸井田などの戸籍が、 盛んに造作された。李氏朝鮮後期に、俗府の作成が、盛んになると、藩士によって王党が創作され、その内容は、破棄、李徳茂や、清州藩士俗府など見える。騎士には、それなりの歴史的背景が考えられる。中国古代の陰、習金属文化圏では、紀元前十世紀以後、三党の際の未族が、陰、州の権威のもとで、 朝鮮西部に接する両姉で活動していた。縁、聖人の到来は古くから存在した。北京市順義県、河北省東部、両政大忍げ川で、その矢、未公という名の青州発の騎士の時代の聖道記が多数発掘され、騎士と関係づけて捉える意見がある。儀略は、未順一族のこと親族でそのまま朝鮮に止まった。ものは、緑に、感性を称していると記している。 騎士の後衛の未純一族を名乗り、反省を称した者が存在したが、落老軍以後、王政の次に圧倒的な勢力は、反省だった。現在の韓国の学会では、後政の創作として否定しているが、中国の学会では実在したと考えられており、真っ向から対立する。日本の学会では、意見が割れており、 資料に現れる記録は実在の要素と架空の要素が入り混じっているとする説と、州時代、全11世紀頃から朝鮮半島西北部に中国人が定めの集団を成して定住したと思われる収容式に告示した出土物の顕著な増加を認め大筋において信憑性を認めようとする説とがある。日本の学会は架空性を重視するものでも韓国。 史学会のような全くの想像とは見放さず、中国からの移民集団の存在を認める点では、日本の学会は中国に近い。中国社会科学院を中心に、古朝鮮、高栗、冬夜、渤海まで歴史が一脈役を通じる朝鮮民族の歴史ではなく、古代中国の地方民族政権の歴史で、中国歴史であるという東北皇帝の士観に対して、 韓国大きく反発している。高栗の住民は中国の少数民族であって、韓国とは無関係である。そもそも観光北部までが中国領土だったが、白木やくだらなどの侵奪で領土を失った、渤海建国の主導力は高栗人だけでなく、マッカツ族で、渤海の建国者大捜査会は、渤海初期にマッカツを正式国号に採択したなど、 その内容が実証的であるとしても朝鮮半島の人々にとって面白いものではない。韓国文化財庁は朝鮮民族の歴史が満州などの東北地域につながっているという事実とそれを主張する縁古権を払拭するために開始されたものという韓国独自の民族主義史学を主張て大きく反発した。これほど信奉された岸朝鮮であったが 民族意識の高揚した近代以降においては全く逆に中国人起源の岸朝鮮は帰り見られぬこととなった。韓国、北朝鮮ともに神話上の大白山、現白桃山。中国と北朝鮮との国境に降臨した天神のこのダンクンが朝鮮族の始祖であり、ここから始まるダンクン朝鮮こそが朝鮮の始まりと主張。 現在の歴史教科書にも記述されている。カーター・エッカートによると、19世紀以前には国民国家としての朝鮮という中小概念や朝鮮人としての半島の仲間の住民に対する忠誠心は、たとえあったとしても、ほとんどなかった。庶民にとっては、村、家族、王への忠誠が優先され、一方、朝鮮のエリートは自分自身が中国を中心とする。 世界文明の一員だと考えた。李氏朝鮮中期、歴史家の間で確立された見解は、朝鮮の起源を中国の難民に遡り、朝鮮の歴史を中国と繋がる王朝の長い連続だと考えた。陰からの難民の士朝鮮と、白木、白木の前身の新刊は旗からの難民は、このように勝ち付けられ、断訓朝鮮と交繰りは重要だとは考えられなかった。 この見解によると、騎士が朝鮮半島に死、音楽、医学、貿易、政治システムを持ってきた物語は、トロイの難民アイネエアースによるローマ建国と同様に考えられていた。しかし1930年代にサルサイ・ヒロシの歴史の影響を受けたナショナリズムの公用から、中国の騎士朝鮮の建国物語より、虎と熊の子で朝鮮半島に文明をもたらした。 神話上のダ団ン訓ンの建国物語の方が重要視さるようになり、ダ団ン訓ン朝鮮は民間信仰を、岸朝鮮は儒教を背景にして、韓国では自国文化尊重ということから民族文化を形成するダ団ン訓ン朝鮮がだんだん有利となる。岸朝鮮の歴史は、封建的支配階級、時代主義信者、大国史上主義者によって不道徳に歪められたと主張する北朝鮮の 歴史家によって攻撃され続けている。中国や日本の学会では、古朝鮮とは、14世紀以後の李氏の朝鮮王朝に、対して呼ぶもので、弾君朝鮮、岸朝鮮、英氏朝鮮をまとめた古称である。というような理解の仕方が、一般的であるが、中国系の岸朝鮮と英氏朝鮮は、朝鮮のナショナリズムからは、都合が悪いため、韓国の学会は古朝鮮から、 岸朝鮮と英氏朝鮮を取り除こうと主張してる。古朝鮮イコール三朝鮮は朝鮮の歴史とアイデンティティと領域問題と緊密に連結され、岸朝鮮を認めれば、紀元前十一世紀以前の段ン,ン朝鮮も認めることになるが、この時から中国の支配を認める計算になる。したがって韓国の学会は岸朝鮮の歴史性を否定するため、 三朝鮮の枠組みで胡朝鮮を捉えることを批判して、岸朝鮮は胡朝鮮に割り込んできたのだから、胡朝鮮から断訓朝鮮は含んだまま岸朝鮮、あわよくば英氏朝鮮も取り除こうとする。断国大学のユン・ネヒョンは岸朝鮮の存在を認めるが、韓半島の外側、胡朝鮮西部辺境で胡朝鮮と並存した小国であり、 岸朝鮮を継承した英氏朝鮮まで共にくくって、一緒に朝鮮半島の歴史ら抜いてしまえばよい、と主張する。これは、ダンクン朝鮮の正当性を優先視する財や、私学会の立場が反映されたものである。高麗大学のパクデジェは、三朝鮮は、高麗後期朝鮮時代初期に構成を整え、李正九は、帝王陰期で古朝鮮を、ダンクンと岸を分離した。これが、 朝鮮時代初期の高麗史や東国津湾などで、ダン君、全朝鮮、騎士、古朝鮮、英氏朝鮮の三朝鮮を同等に連結する体制が確立され、それ以前には古朝鮮を三朝鮮と把握しなかった。したがって、パクは騎士朝鮮が私たちの歴史に体系化されたのは、伝統的古朝鮮史に承住鍵を背景に、脈絡なしに割り込んだ侵入過程。 それでも三朝戦説体系が維持されるのは、学会がじっくり考えなければならない問題と、五朝戦イコール三朝戦をあえて守る必要があるのかと批判してる。ササルサイ・ヒロ氏は、独死新論、朝鮮上古史などで、騎士を段訓の進化と見て、騎士朝鮮を歴史序実から最初から抜いてしまうこともあり、騎士は1004年朝鮮を通りした。 団訓公営不要庁の命令を立てつる諸公の一人に過ぎなかったと主張している。サルサルイヒロシにとって、岸朝鮮の否認は、朝鮮主の自主性を確立する上で、また反時代主義を構築する上で、不可欠のことであった。サルサルイヒロシは、朝鮮の政党は不与であり、岸政党説は、我が国の死下の別式のせいであるとして、岸朝鮮を否定するに至った。 そこで、岸一首条を主張し、岸が到来した時代は、扶余の光栄が朝鮮に及んでいたため、岸が到来したとすれば、扶余の放射を受けて、平壌に住んでいただけに過ぎず、放置は十里に過ぎず、職位は一首条に過ぎないとして、陰の国境は、弾君の宗教、須藤教であり、陰が衆により滅ぼされたことから近況とされたため、騎は朝鮮に逃れたと解釈して、 プル朝鮮の支配者の姓が騎士であったため、到来した騎士の子孫と呼ばれるようになり、従って騎士は、せいぜい朝鮮法と呼ぶべきであると主張している。韓国の教科書の口頭、国史は、古朝鮮は、紀元前2333年に成立し、その支配は、中国領令から朝鮮半島まで及んでいたと記述され、古朝鮮の根拠を、美和型道剣の分布に求めて、 古朝鮮建国の根拠として、ダンクン神話を紹介している。このようにダンクンについての記述が、小学、社会から見られるのに対して、騎士についての記述はない。わずかに、中学、国史、学習の手助けにおいて、文献上では、そのような理解があったことを記すに留める。古朝鮮の資料は乏しく、騎士朝鮮は、史実性に問題があるため補足に留めたと、 考えられるが、この場合、同じように史実性に問題のあるダン君朝鮮は、三国維持を引用して、詳細に記述するのは、史実性、資料上の制約、岸朝鮮に関する記述とのバランスを考慮すれば、岸朝鮮に関する記述がないのはいかにもアンバランスな印象を与える。士は中国系に属するのに対して、ダン君は朝鮮系に属する。 中国系よりも朝鮮系が重視され、中国系の記述は朝鮮系に比べて少ないか、ほとんど無視され、現在の韓国人につながる朝鮮系諸民族は重視される一方、朝鮮半島で活動して朝鮮史に大きな影響を与えた中国系を含む諸民族が写象される。親鸞学会国史教本は、紀元前2333年に、 断訓によって建国されたとして、断訓の建国した朝鮮を全朝鮮として、後の五朝鮮と区別する。これは、新臓東国予知小乱巻51、平安城の断訓の建国した朝鮮を全朝鮮、騎士の建国した朝鮮を五朝鮮とするのに由来する。しかし、新蘭学会、国史教本は、五朝鮮の記述は認められるが、 建国者の騎士の名前はなく、騎士が中国系であることと無関係ではない。それゆえ、国史において騎士について論及しないという選択肢も存在したが、40年代 -50 年代の国史では騎士について過小評価して論及する。1940年代から1950年代には騎士到来説が後世、漢人によって増作されたとして、 積極的に史実性が否定される。それは資料批判からされたが、四季巻三十八層保の補正下に、武王期国員訪問騎士、尾瀬武王の風騎士を挑戦とあり、騎士が朝鮮王として作法されたという記事が現実に存在する以上、それをどう解釈すべきかという教科書執筆者の関心とも関わっている。ところが1960年代半ばから、 騎士到来は最初から史実性を認めないという解釈から教科書には見られなくなる。わずかに1960年代半ば以降の教科書では1982年国史編纂委員会国史が中において、それまで論じられてきた騎士到来説の増作に関する記述もなくなり、騎士は1960年代半ばから教科書には見られなくなる。 このようにダンクン朝鮮についてはほぼ一貫して重視されるが、岸朝鮮は当初からほぼ一貫して軽視される。また、岸東来説は1940年代から1950年代では積極的に否定するが、やがて見られなくなる。このようにして、教科書におけるおおよそ中国系に関する記述は徐々に減少していく。北朝鮮では1959年に、 岸信仰を封建的支配階級の時代主義の産物であり、朝鮮民族への侮辱とみなす近日成の指示によって、平壌の士領は破壊され、跡地はボタンミネ青年公園となった。1994年にはダンクン領を建設して、ダンクンこそ実在の古朝鮮建国の始祖であると主張した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。